はい、しばり穴でご覧の皆様、こんにちは、さおでございます。なんかね、今、メニューに、同意しますかみたいなの出て、データ消えたかなと思ったんですけど、まあ、なんか大丈夫でした。でですね、まあ、前回じゃないわ。この前コメントがありまして、ガチャゲンが2体以上編成できるのは、縛りとしてどうなんですかというね、ご質問かつご指摘をいただいたんですけれども、それは本当に自分でも思っておりまして、で、クリアガチャのことなんですよ。まあ、ロベーラゲットしたじゃないですか。それについてだと思うんですけど、まあ、ガチャを入れた理由としては、視聴者を飽きさせないように、ギャンブルみたいな、まあ、そのワクワクする要素をガチャで取り入れようと思ったんですが、ちょっと縛りという面のね、なんでしょう、コンセプトというものがずれてしまうなと、そのコメントと、かつ、なんかやってて思ったんですよ。ハラハラ感ないです。ロベーラいっちゃうと。なんで、ロベーラ使わないです。で、かつ、ガチャは、ガチャ動画として出します。だけど、そのキャラは別に使ったりはしないです、本編に。というわけで、こいつ外したいんだけど、これ外せる？まあまあなんか外しておきます。うん、外せた。まあ、まあ、本当に無課金でゲットできるキャラとパリサだけ。まあ、ディアベラでしたっけ？あれは別に使っていいと思うんですけど。って感じでいきます。で、今回はそのルール変更のお知らせと、まあ、アルブンのガチャをね、まあ、新キャラ来たので引いていこうかと思います。ただ、これで、出たキャラを、使うってことはないです。これはなんだ、このガチャは。あ、10連。あ、これ別？アザミーガチャと別やん。これ別なんやね。爆死すると思うんですけれども。まあ、ついでなんで、いいでしょう。おぉ、やっぱりですか。星読みで引いてもしょうがなさやばいよね。あ、こういう風に出てくるんだ。あー、なるほど。一回ずつ、判定が。セベンじゃん。この前情報修正された子ですね。あ、タップを忘れてた。あーね。鎧シリーズ。鎧シリーズ。鎧シリーズ縛りになっちゃうよ。ほら、鎧シリーズ縛りになっちゃう。お、これは？あんだよ。なんやねん。いいわ。ダルニスですね。風属性。ルース。誰だっけ？誰だっけしか言ってねえわ。まあ、ヒーラーじゃない限り俺、おってなんないですね。イオちゃん。星音率はいいけれども。レイブン。レイブンってこの前のキャラじゃん。あ、これ星音だ。あ！ああ！違う？違うよね。トキドじゃないよね。でもなんかアザミ編では使えるらしいですね。レイブン、なんだっけ。レイブンちょっと気になる。これヒーラーじゃなかったっけ。そんなことない。え、これ全部見させられるやつ。ちょカットしますね。君は何？ヒル。あ、そうやって、アビリティボール。ヒーラーじゃねえな、これな。ネクロマンサーつってヒーラーするわけねえわ。全然ヒーラーじゃない。はい！まあ、爆死気味？まあ、爆死じゃないか。うん。というわけで、じゃあアナベルの方も、今ある分で引いていきましょうか。まあ、こう、星5の確率下がるんだけどね、単発だと。しょうがない。いいわ。いいわ。いいわ。謎の限界突破いい。ジュン。アナベル。お！ネロだ。ネロ出た。やった。これヒーラーだわ。これヒーラーだし、なんか攻撃もできるし、みたいなキャラだった気がする。うん、いい、いいでしょう。次。アナベル。おいー、
コフィクシリーズ。次。次。あと4回。意外と引いてんな。まあ、あった、ね、今まで貯めてたからね。2000個は貯まってたのか。あの、ボスクリアガチャやってなければ。まあ、そこはしょうがないですけど。ドゥン。お？クルルボだ。ヒーラー出ますね。まあ、別にヒーラーだからって絞られてるわけではないのか。うんうんうん。普通にやれば、普通にクリアできそう。まあね、この、当たったキャラは、別に使わないんで。はい、ラストは、次。はい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 。お？トゥン、アナベル。お、ほんとかよ！マジか！こっちじゃなくない？なんか、今、時期がちょっと、マジか、マジか、マジか。マジか。スクショ撮っとこう。マジか。あー、これ低評価つくやん。もうこの縛りシリーズあんまり低評価ないのに。はい、よろしくお願いします。ちょっと使ってみたさありますけど、まあ、クリア後ですね。まあ、ちょっとモチベーション上がりましたわ。というわけで、まあ、ルール変更とね、まあ、ガチャでした、今回は。はい、次回からまたね、ちょっと更新頻度下がってますけれども、はい、やっていこうかと思います。でですね、まぁ、あ、ちょっと告知あるんですけど、あの、今度シノアリスっていう、シノアリスか。まぁ、あ、どっちでもいいと思うんですけど、まぁ、あ、シノアリスっていうゲームがリリースされますので、そちらの方もね、ちょっと力入れて、動画更新していけたらいいなって思ってます。で、多分、まあ、今週ぐらいにあの、事前情報まとめが上がると思うので、そちらでね、興味持ってくれたら、あの、僕の動画別に見なくてもいいので、ダウンロードしてね、やってみてください。という告知でした。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。